お次も関係ない場所に関係ないもの調べてみよう。東京都八王子市のとある住宅街、おそらく2階がお住まいのお蕎麦屋さん。なぜか料理サンプル用のショーウィンドウに。ん？え？え？アイドル？なんか同一人物？同じだな。よく見ると全部同じ人物のようで、おそらくアイドルだと思われるが、ただファンが飾っているのか、もしかしたら関係者の家かも。こういう場合、うっかり突撃してしまうと芸能事務所と番組でトラブルになることも。ナニコレ珍百景という番組のものなんですけれども、あの写真がどなたかご存じないんですか？あれ誰の写真なんだかね。私もあそこよく撮るんだけどさ。あそこのお蕎麦屋さんの娘さんとかではないんですか？じゃないみたいだよなと思うんだ。いや、わかんないよ。もう10年ぐらいやってないんじゃないですかな。あのお蕎麦屋さんもうやってないんですか？うん、そうそう。どうやらお店自体はもうやってない感じ。お店やってないの？閉店した場所に謎のアイドル風の女性、ますます危険な匂いなので画像検索や SNS でこの女性が誰なのか調べてみることに。すごく便利な世の中になりました。あ、この人っぽいかもしれないです。え、お、やはりアイドルだったので出演をオファー。よかったでしたね。お蕎麦屋さんの写真について伺うことに。こんにちは、よろしくお願いします。知ってんのかな。片岡美恵です。去年までアイドルをしていまして、今はグラビアだったりいろいろ活動させてもらってます。ああ、この方か。昨年まで虹のコンキスタドールというアイドルグループに所属。現在は卒業し、グラビアなどで活動。この写真について聞くと。写真に写ってる方っていうのは私です。間違いない？はい、間違いない。どういうこと？全部片岡さんですか？全部私ですね。もしかしてあそこってなんか実家とか親戚の家とかそういう？全然関係ない場所です。じゃあ勝手に写真を貼ってるってことですか？そうですね、勝手に貼られてますね。一回お会いしてちょっと詳しく話を聞かせてもらいたいですね。どんな人物が出てくるのか、ご本人と直撃。いなくない？勝手に好きなアイドルの写真を飾る元お蕎麦屋さん、本人と突撃してみよう。いなくない？危険な場合もあるので、まずはスタッフだけで訪問。あ、こんにちは。こんにちは。こちらの方ですか？はい。ご紹介の方をお願いいたします。はい、伊藤龍太郎、31歳、職業は、魚屋です。魚屋さん。はい。ここは実家で、以前はご両親がお蕎麦屋さんをしていたそうだ。息子さん、魚屋さん。こんないっぱい写真貼ってますけれど。はい、一押しです。ミユテンで。ミユテン。ミユテンで呼んでます。ふと思うと、もうその彼女のことが頭に浮かんで、で会えなかったら会えないで、やっぱちょっとなんか寂しくて辛くなったりとかあったりとか。ミユテン、愛してます。世界中の誰よりも。合わせて大丈夫か？ちなみにスタジオに乃木坂がいるんですけど、それってどうですか？あ、そこら辺はあまり。はい、あんま興味ない。はい、失礼じゃね。そこらでは、ミユテンとご対面。果たしてどうなる？どうなっちゃうの？なんでこの夜なんだ？ミユテンいるよ。え、こんばんは。こんばんは。え、あれ、ドッキリ？ほら、ミユテンで。片岡ミユです。あ、まじですか？これがリアルな反応か。なんで飾り始めたの？やっぱりあの通る人にみんなのその服
少しでもミューテンを知ってもらいたくて飾ってみました、うん、ありがとう。ちゃんと好きでこうやってやってくれるのはめちゃめちゃ嬉しいので本当にありがとうございます、はい、太蔵さん押してくれないと何するか分かりませんよ。分かりませんよ。怖いな。自分で何言ってるか分かってるのか。お願いします。さあ、それではチンテの方はボタンをどうぞ。登録ならず。おい、なんだよ。え、ミューテンに会えたからいいだろう。押さないよ、そんなもの。早川さん、どうでしたか。いや、でもアイドルとして活動してる私たちとしてはすごくすごく素敵だなと思ったんですけど、うん、はい、ちょっと乃木坂ちょっと興味ないって言われちゃって、ね、言われたから寂しい。そこら辺はってたもんね。そっか、それで押せなかったの。そうですね、ちょっと押せなかったです。そっか。コバはどう。いや、僕も中学生の時天竜源一郎とアシュラハラのポスターずっと貼ってたんですけど来てくれなかったですね